それで11月27日の3本に入ります。A が B に土地を売却し、代金支払い期日を定めたときは、A の代金請求権の消滅事項は、その期日から進行する丸か×かという問題です。この問題考えたい方は、動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。支払いの期限を定めていることから、代金請求権は確定期限付きの債権となります。この確定期限付きの債権では、期限が到来した時から消滅事項が進行するんですね。代金の支払い期日を定めた。これが確定期限です。確定期限がついた債権ですよね。請求権っていうのは債権なので。で、これは、この期日の日から消滅事項が進行すると、まあ、いうことです。だから丸だということですね。で、消滅事項の起算点と、履行地帯の起算点。この違いってわかりますでしょうか？これが試験のポイントです。この消滅事項の起算点と履行地帯の起算点の違い。これについてはですね、別途動画ございます。右上のところにリンクを貼っておきます。またですね、下の概要欄の方にも URL 貼っておきますので、そちらの方からご確認いただければと思います。基本がわかれば解けるようになります。ただ、その基本を理解していない方が多すぎるんですね。だからどれだけ勉強しても落ちてしまいます。なので基本を理解したい方はぜひ個別指導をご検討ください。基本を理解することで勉強した分だけ実力がつきます。無駄な勉強もしなくて済みますので、ぜひですね、しっかり基本を理解していきましょう。で、問いにですね、宅建業者 A が B を代理して、B の所有するマンション30戸を不特定多数のものに反復継続して分譲する場合、B は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で、これ答えは×ですね。B は売り主です。で、A が代理人ですね。で、B さんが A さんに代理として販売を任せたんですね。任せたとしても B さんは免許を受ける必要があります。B はマンション、つまり建物ですよね。これを不特定多数のものに分譲、これ売却してるんですね。したがって、宅建の免許が必要だと。宅建業の免許が必要です。これ、今回の問題、結果として、売り主 B さんも代理人 A、宅建業者 A も免許が必要になるんですけども、この問題は勘違いしている人が非常に多いんですね。で、その原因っていうのは、民法を理解してないからなんですよ。民法と今回の問題っていうのは、実は繋がってるんですね。今回、宅建業法の問題ですけども、民法も繋がってるんですね。こういった部分できちんと得点できるか、それとも失点してしまうのかで、やはり合否が決まってしまいます。なので、こういった合否の分かれ目となるような問題を絶対得点したいという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。で、問い3ですね。商業地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、容積率の制限は適用されない。丸か×かという問題です。これ答え×ですね。今回、容積率ってなっているのが誤りで、建蔽率にすれば正しい問題文になります。ちなみに、商業地域の建蔽率っていくつでしょうか？これ 80% ですね。これはもう頭に入れておいてください。建蔽率 80% ということは、100平米の土地があれば、建築面積80平米の建物を建てることができるということなんですね。で、今回、商業地域内でかつ、防火地域内にある耐火建築物については、もともと建蔽率は 80% なんですけども、それが制限がなくなるんですね。まあ、つまり、ま、100% になると、まあ、いったイメージです。まあ、つまり、敷地いっぱいまで建物を建てることができるんだっていうふうに、頭でイメージしていただければと思います。今日もいろいろ理解しなければいけない部分、あったんですけども、この無料の動画ではですね、そこまですいません、お伝えできていませんので、ちゃんと理解をして点数を上げたいという方はですね、ぜひ、個別指導ご検討ください。理解しないとやっぱりですね、どれだけ勉強しても、過去問の点数は上がるけれども、本試験の点数は上がらないというふうになりますので、ちょっともったいないですよね。やったけれども、結局、合格できなかったって、最終的になっちゃうんですよ。過去問の点数は上がりますよ。40点とか45点取れるようになるんですけども、本試験で、取れなかったら意味ないですよね。で、多くの方が過去問の点数が40点以上取れるようになって実力がついたと勘違いしてしまって本試験迎えて、30点そこそこで、落ちちゃうと。もう言う方がもうほとんどなんで、もうそうならないためにもぜひですね、理解学習を実践していただきたいと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひですね、ご確認いただければと思います。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。